あいにくの曇り。各場ゲートに収まり、スタートしました。人気のネオユニバース、まずまずのスタートを見せています。先行争い、まず何が行くのでしょうか。エーズインタレーズ、今回は逃げる。ダイワスペリアが行きました。これをぴったりとマークするように9番ビワハイジ、外から追走。シンボリクリスエス、内を見るようにしてドームキック。各場1コーナーを回って、これから向こう上面へと展開します。現在連勝中のナミサコニヒキホ、外の方からマイナルレコルト、2馬身ほど離れてターメミーライアン、内に並んでレインペボブラック、その外にエアガッツ、外の方からノーリーズ、内後ろを通ってネオユニバース、その外にナミサゲーム、続いています。外外を回りまして第1番ヒル、続いて差がなくキングヘイロー、人気のスペシャルウィーク。この位置ロサーといい感じで折り合っています。新垣からアドマイヤ夫人、こういった体勢です。レースはかなり縦長の展開となっています。人気のネオユニバース、今日はどんなレースを見せてくれるのでしょうか。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭は現在エーズインザレーズ、間が空いてダイワスペリア、半端しいほど遅れてシンボリクリスエス、道を差がなくビワハイジ。さあ徐々に後続が差を詰め始めます。大木役の向こうを通り過ぎていきます。依然として先頭はエーズインザレーズ、リードは4馬身、これを追って2番手にビワハイジ。依然として先頭はエーズインザレーズ、17番マイネルレコルト、ここで上がっていった。各馬第4コーナーを回りました。ビワハイジ現在2番手、ダイワステリア上がってきている。マイネルレコルト追走、ボーンキング上がってきている。残り400を切った。ビワハイジあっさりかわして先頭、先頭ここでマイネルレコルト、メインテムラ追走、何百に引き込む。現在5番手、内からシンボリクリスエス、残り200、クリスエスわずかにリード、単独先頭、先頭はクリスエス、ノーリーズン、手応え十分で上がってきた。3頭同時にゴールイン。投げ箱に
東京競馬場第9レースはブリリアントステークス、ゲートイン完了。スタートしました。ちょっとバラけたスタートになりました。まずはデイエンサウスポー、押して上がっていきます。先行争い、さあ何がいきますか。イナリポンコルド先頭を伺います。マシネの馬体ファーストアロー、デイエンサウスポー折り合いが悪そうです。オフモリアライン、折り合いがつかないか。これをぴったりとマークするように。5番レディニューズ、この位置にハンデ頭、56キロの当選ダッピー。その後ろ右のペンビー、ここにシャインポイント、強度軽ハンデ、内からトクタルコレッカー、外から13番センビーズ、ナミサゼンマイ、しっかりと折り合っている。そして水色のメンコはオーマンベルビン、その後ろミスター当人、インパーフラッグ、内を行きます。そしてシーズマン、少し離れて最高峰、先頭からしんがりまではおよそ20馬身。レースはかなり横長の展開となっています。今日の東京競馬場、柔らかい日差しが肌に心地よく感じられます。さあ先頭はどうなっているでしょう。現在先頭はオスモリアライン。さあ隊列変わらず3、4コーナー中間地点へ。さあ各馬第3コーナー府中の大欅を通過していきます。先頭はイナリポンポンド、ペイエルサウスポー、並ぶようにして2番手。追い込み勢はこれで届くのか。13番ペンリーズ、ここで上がっていった。さあここから直線、内からペイエルサウスポー、現在2番手の位置。右のペンビー、いい足で上がってきた。ポプタルコレッカー、現在3番手。右のペンビー、あっという間にかわして先頭。センビーズ、上がってきている。ナミサゼンマイ、追走。オーマンベルビン、追いすがる。ポプタルコレッカー、ここで先頭に立った。外からはインパーフラッグ、シャインポイント。あたりも来ている。外から、オーマンベルビン、先頭。オーマンベルビン、先頭。オーマンベルビン、オーマンベルビン。続いて、ポプタルコレッカー、オーマンベルビン。Oh!
ナグサークトチス。ナグサークトチス。ナグサークトチス。ナグサゲラカメ。ナグサエリシマメ。